痛いんだよ、痛いんだけどね。あ、痛いんだ。何ですかこの余裕感は。想定外の反応すぎて。でも詰まりきってるんですか。詰まりきっ、やばーい。ハリキューネ、じゃあ、ビオハリ。今日はモデルでインスタグラマーのハロさんです。よろしくお願いします。はい、はじめましてなんですけど、はじめましてと言いながら、ハロさんは、はじめ、まあ、名前は、まあまあ知ってた、実はここに、このビオハリの本があるんですけど、ここにモデルさんが写ってるんですけども、なんとこちら、お姉さん。若い。はい、ということで、すごい不思議なね関係なんですけども、うん、体調はどんな感じなんですか。巻き方は気になる。あ、そうですね。なんかもうずっと小学生くらいからこう言われてるんですけど。小学生から。猫背がひどかったので、はい、モデルとかやってるとこう直せと、はい、鎖骨を出せと、はい。鎖骨が出ないからこうやって写真撮ったりしてたんですよ。どういうことですか。出すしかないみたいな。ここが出るとちょっと綺麗なラインに見えるかな。そうですね、ちょっと女性らしさが増しますよね。じゃあ今日鎖骨出します。出したい。ちょっと夢プチ痛いですけど。プチ痛いで、鎖骨出るとちょっとバストアップになるんで姿勢良くなるんで、これ開くんで、こうなるとこうね、バストダウンになるじゃないですか。そうです、そうです。こうやって開くと大胸筋も上がるんで、胸触れずに僕結構ワンカップ、ツーカップぐらい上がってますね。皆さん、おお、この辺大胸筋触れてもらうと変わります。一切触れないんで、はい、巻き方、肩甲骨バキバキ巻きいきないと。これ首の首肩肩甲骨の動きなんですけど、肩を動かさずにこう首だけで右左、あと手を上にして右向いていただいだいぶやばいですね。反対向き。左のはまだ行きますね。後ろ見えません、ね。ギリ。右はどうですか。右動かないですね。行かないですね。目の力ね。若干負けず嫌いが出てる。で、首上向きっていうところですか。これはまあ行きますね。戻していただいて、ここから上向き、これはまあまあいきますね。はい、で楽にして、この耳たぶとか耳の穴とか肩甲っていう肩の先と股関節の大天使が一直線になるかもしれないですね。もう完全にだいぶこれはこんな感じになってきて結構猫背になって巻き肩になってるかなっていう感じですね。ここが痛いですね。指2本分ぐらい空いちゃいます。これ結構きついですか。あ、きつそうですね。つけようとすると耳つかない。つくの。あ、ペロペロしてきました。はい、ありがとうございます。で、首、肩甲骨、猫背を改善するのが11年でできます。これ今首の動きがちょっとやばかったので、首からまずやりますけども、こっちに動かないんで、この場合は、うん、手をですね、握ってもらって線が出てくる、この後傾ってところがあるんですけど、ここに10円を貼ります。10円、はい、で、1円をですね、外くるぶしの下に貼ります。これ1円を貼ります。心脈っていうのを作ります。10円、これで11円の女になった。はい、楽にしてもらって首右左やってみてます。いきますね。怖いいいリアクションですね。すごい。反対側向きです。反対側向きに行きますね。ああ、楽になるんですよ。これだけです。見える。行きますね、うん、はい、ということで、これだけでも若返りになって、首動き良くなったらね、リンパとかの流れも良くなるんで、顔も2トーンぐらい明るくなって、くすみを取れますんで、ずっと当てればいい。はい、まあ、ずっと貼っておきたいときはイオンキューというグッズがある、つぼ押しのグッズがある、それ貼っていただくといいですけどね。これだけでも改善します。今度こう、バンザイすると、
今ですね、左の腕の方がつきにくいんですよね。つきにくくないですか。耳につけようとするとちょっと硬いですよね。耳には。で右の方はギリなんとか。あ、ちょっと立つ。はい。本当だ。行かないですよね。はい。こっちはじゃあ楽にしていただいて、またしびれちゃうといけない。これ10円と1円で。はい。まあそうしびれるんですか。ここが。なるほど。結構ボロボロですね。手首から指2本ぐらいのところに外観というツボがあるんです。ここに10円を貼ります。でこの上に1円を貼ります。これだけです。はい、じゃあ万歳していただいて。怖い怖い怖い。行くじゃないですか。怖い。行きますよね。つくつきますよね。やば。若返りです。これで猫背もいい感じです。鎖骨出ますよ、ね、え、なんな怪しいでしょ。すごい。 This is acupuncture です。これ取るとね、効果がなくなるんですよ。本当にそんなこと。はい、でもう一回やってみて。マジシャン。これ動かない。ちょっとやだやだやだ。遠い。でも前より近いです。前より近いです。じゃあ僕は今エネルギーでちょっと治療します。硬くなってきた。はい、はい、ということで施術していきましょう。それでは行こう。はい、それでは今からですね、首から肩甲骨が悪かったので、まあ、そこをまず水玉で流し、それからですね、マイカーのちょっとデコルテの治療もしようと思うんですけども、まずは肩甲骨首、まあですね、水玉で流して水玉で吸い上げていきたいと思います。じゃあ共有トークします。ちょっと軽めでやります、うん、これは大丈夫ですか、うん、全然大丈夫な予感じゃないですか、これ。腰は何しても平気だって言ってました。え、背中はもうどういうことですか、うん、感じないそうです。これどうですか。結構良いです。良いですちょっと最近水玉ガールズたちみんな無反応ですね。これ大丈夫ですか、うん、気持ちいい。こことかやばいですけど、そこによどみが。ちょっと待ってください。ここ僕あのベッドから転げ落ちるんですけど。え？全然平気だ。何すかこの。え？結構上がってきてますよ。これ大丈夫ですか？大丈夫。左側は気持ちいいですか？結構来てます。これ。なんかあったかくなってきた。はい、血流良くなってますけど、そこそこ、ね、そこそこってここがやばいんですよ。悶絶ポイントです。これだいぶ吸ってますよ。これさすがに痛いですよね。そうだね、ちょうどちょうどちょっとほぐしたいと。ほぐしたい深部にいってる感じですか。そこそこ言われましたね。これですよ。なんかめっちゃ足の方が暖かくなってきました。はい、ああ気血流れてる、これですよ。なかなか最大級からのこれで大丈夫ですか。よいよいよい気持ちいい。行きましょう、吸い上げていきましょう。はい、それでは5分ほどお休みいただきます。はい、それでは時間になりましたので肩甲骨周り水玉取っていきます。まあまあですね。とかね、薄いから本当は浮き上がるんですけど悪いですね。はい、それではこれから肩甲骨周りだいぶ上がってきてるんですが、まだちょっと上がりきれてないんで針で散らしていきたいと思います。肩甲骨を針していきます。あらら、
復活するといいですね。また検査行ってみて。おお。行きますか。ちょっと高等化金が攻めます。大丈夫ですか、響き、うん、響く手前にしてますけど、はい、秘伝の寝方の、はい、OK です。はい、それでは7分ほど休んでいただきます。肩甲骨周り針を取っていきます。はい、肩甲骨周り取ったんで最後仕上げです。鎖骨やっていきます。で今だいぶほぐれてるんで少し、うん、ほぐしをしていきます、うん、ここですね、肩甲骨合わせていきます。結構癒着はそんなにしてないですね。大丈夫ですか、うん、こう揺れて腰に響いたりしないですか。大丈夫ですか、うんうん、こうですね。確かにこれはひどいですね、この巻き肩は。これは大丈夫ですか。これいやこれ普通もうですけど。では反対側ですね。あ、わかりました。やっぱりね、原因前です。前やんなきゃしない。前だ。あーこいつ、あーこいつ、あーでで、これです、これ。大丈夫ですか、うん、これです。そこです。今ね、背中の肩甲骨剥がしやりましたけど、巻き方って実は前からね、大胸筋とかも大事なんで、ここね、ちょっとデコルテを胸引かれているようにやっていきたいと思います。おぉ、大丈夫ですか。どうしました。鎖骨鎖骨もう出ましたよ。そこが詰まってるんですよ、はい、これだ、これ。うわ、ブチブチってんですよ。大丈夫ですか。うわ、窓見がね、結構やばいですよこれ。すごい流れる。あー、それうわ、めっちゃ流れる。おお、すごい。あー、そこ、よどみが、左のがやっぱやばいですね。だいぶジャーボン持ってますね、ジャジャジャーボン。でめっちゃ目開いてきましたよ。めっちゃ元気になってきた。俺またこれ生理座ったらもらっちゃったみたいな。大丈夫ですか、うん、あれこのリンパ。ここ普通殺意の目で見る方いるんですけどね。喉身が、あ、こっちは右の方がなんか詰まってるかもしれない。来るかな、気持ちいい。そういうシーンじゃないですけど、これすごいゴリゴリ、温度差が血を流したい。おこれ大丈夫なんですか。ゴリゴリですね。頑張ろう。大
写真に吹き取りますお、ほら、これ出た。これそのまま出てるんですけど、ここが滞ってますよ。なので、ここからこうって、こうです、こうです。まあね、良いこと良い。神経質の皆さん真似しないので危ないので、慣れてない人がいたら危ないので。これで、ほら、これ出てるでしょ。ここも出ますか。ああ、ちょっと低い。これできた。おお、これいいですか？このデコルテ見ておいてますかね。上がりますか。はい、ほら、ブッと上がってくるでしょ。この施術ですね。あの、受けたい方は女子スタッフがやります。恥ずかしくて苦手な方は言っていただければやります。で、ここでやったプラス、さらに腕がね、だれっちゃって踏みたいですか、大丈夫ですか。あ、気持ちいい、気持ちいい。それやりたいやつ、ちょっとおかしいです、やりたいやつ、大丈夫ですか。大丈夫です。これですよ。すごい詰まってるの。あ、これで、うわ、超気持ちいい。やば。で、今手を動かして楽じゃないですか。すごーい。こう肩を持つ、ね、めっちゃそこ大丈夫ですか。上手上手上手。痛いね、痛いんだけどね。あ、痛いんだ。何ですかこの余裕感は。想定外の反応する。でも詰まりきってるんです。こう詰まりきってる。本当にほら、いやー、もう幸せ。グーパー上がる。グーパーやってみてください。楽でしょ。すごい。よかったです。じゃあ動きチェック見してみましょう。じゃあ胸開いてますね。そう、肩が折れてる。じゃあ開いて、まっすぐになってますね。で、ここ触れてみてください。持ち幅スタッフ、ね、ここが盛り上がったですよね。すごい。肩甲骨剥がしてるとバストアップです。2カップぐらい上がりますから。すごい、はい、出た。あるでしょ。すごい。いるでしょ。いるいる。てか、なんか見たことない位置に肩がいる。見たことない位置に肩がいる。すごい。で、首右左ですか。で、首右左です。おお、あ、見える。反対側。ハンガー見える。ハンガー見える。めちゃめちゃ行くじゃないですか。これ万全ですか。おお。やばーい。すごーい。よかったです。もう一回。もう一回ですか。もう一回。はい。おお、綺麗。海作りますよね。行きました。で、さっききついんでこうなってたんです。ところピュってピュって行くじゃない。伸びなかったですね。肩がきつい。すごい。良かったです。ではですね、あの、こういった猫背だったりとか巻き方だったりとか、ちょっとね、巻き方になってるから鎖骨がちょっと見ないとか、バストダウンになってるとか、実は肩甲骨周りですね、ケアしてあげるとむっちゃ胸開いてですね、いいですね。うちの院はですね、ここは銀座院と横浜院がありますので。概要欄の LINE からお問い合わせいただければなと思います。またこういった施術はですね、施師が全国に450人ぐらいおりますので、こういった先生、こういった施術ができる先生方をご紹介できますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。はい、ということで他にもですね、施術の動画、セルフケアの動画配信してます。次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いします。動けますか。立ってます。立ってます。重心がいい感じです。いい感じです。すごい、めちゃめちゃ姿勢ですよ。まず開いてるんで。わー、嬉しい。めちゃめちゃ姿勢いいじゃないですか。これになってた理由が分かりました。オーバーショットになる理由。腰守ってるんですよ。やっぱり
それがこう反ると痛くなっちゃうから。